どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、死神坊ちゃんとクロメイドの第1話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは1つ目ですね、逆セクハラというところで、 ボッチャンがですね、アリスからの逆セクハラに随分と悩まされている感じでしたが、まあ、逆セクハラっていうその言葉自体ね、なかなか面白いなっていうふうに思ったりしました。まあ、にしてもね、ボッチャンの手に触れたら、その、触れて、まあ触れ、手に触れたら死んでしまうのに、それでもね、グイグイ、ぐいぐいこう、距離を詰めていくね、アリスがなかなかすごいなっていうふうなことをね、感じたりしました。うん。 まあでもね、なんかこう、そういった行動を見ていると、アリスがですね、本当に坊ちゃんのことをね、好きなんだっていうことも伝わってきてよかったですね。そう。まあ、そもそも好きじゃなかったらそ、あんなにこう、距離詰めたりとかしないですからね。そう。なんかこう、そういうところを見てるだけでもね、すごいこう、まあ、なんていうかね、ていうか、坊ちゃん自身ね、こう、近づくのを、まあ、許してるような節があるんで、まあ、こう、お互いのね、 信頼関係があるよねっていうのはね見ていて感じられたんですごいその辺もね伝わってきたのでよかったですという感想ですねうん個人的にですねアリスがクッキーをね食べさせよう食べさせようとですねこう口にくわえてるところですねああいうところが好きだったりするという話ですねそうあとはねそうだな アリスが来てからですねアリスが来てから坊ちゃんの食事の量とかもね増えていってるんだっていう話とかもね結構こうまあ、うるっとくるというかねすごいこういい変化だなっていうところっすよねそうなんかそういう変化がアリスが来たことによって起こってるんだよっていうのをねすごいこうなんかこう話を聞いてるとねすごいこうあいい話やなっていうふうに思えてくるところでしたまずねそういうところで一つ目の感想である 逆とというところ終わっておきますでで次2つ目ですね訪ねてきた友人というところで坊っちゃんの元にですね子どもの頃の友達であったフィリップですねフィリップがやってきていたわけなんですが、まあ、対応がですねこう昔とは大違いだったんで坊、まあ、っちゃんがショックを受けてしまうっていうのもね無理ないかなーっていうふうなことを思ったりしました。 まあね、こうそういうところとか見ているとフィリップはですね多分大人になってからこう、まあ、子供の頃に何も思わずに接していたボッチャの,その、まあ、手に触れたら死んでしまう呪いですねこれの,その恐ろしさを、まあ、大人になってから理解したっていう感じだと思うんですよねそう子供の頃は別にそう普通に接していたわけですからねそう,、まあ、そう考えると、まあ、大人になるにつれて まあ結構、坊ちゃんの呪いって怖かったんだよなっていうことを理解したという感じだろうなーっていうことは推測できるかなっていう話ですね。うん。まあ、にしてもね、フィリップが本当は来たくなかったっていうふうなことをですね、坊ちゃんに随分とはっきり言っていたわけなんですが、まあ、これに関してはね、見ているこちら側としてもね、すごくこう、辛いなーっていうふうなことをね、感じたところです。うん。なかなか辛いよね、そう。 本当は来たくなかったとかね、なかなか友達に言われたら結構傷つくよねっていうことをね、この辺見ていて思ったりしたという話と、またね、わざわざフィリップを、まあ、様子見に行かせる坊ちゃんのお母さんですね。まあ、坊ちゃんのお母さんがその何を考えているのかっていうね、まあ、そこにもこう注目しておいた方が、まあこ,のまあ、この後の話ですね、まあ、今後の話の展開の中を、ね、話の展開を考えると、まあ そこにはね注目しておいた方がいいんだろうなーっていうような気がしたよという話ですねそういうところで2つ目の感想である尋ねててききた友人とというところ終わっておきますで次3つ目ですね将来を誓うというところで坊っちゃんがねアリスに枯れた白いバラを渡していたわけなんですが花言葉がですね「生涯を誓う」だったというね まあこれに関しては結構びっくりしたなというところですね。そう、まさかそんな花言葉があるとは思わなかったですからね。そう、結構びっくりしましたっていう話で、まあ、てっきりね、こう枯れているっていう、まあ、その、なんていうの、状態からですね、すごいこう悪い意味になるとばかりね、思っていたので、アリスが言った花言葉はね、本当にびっくりしましたよね。そう、まさかまさかの。 まあ多分ね、あの、後で調べたんですけど、枯れ果てても、その、まあ、愛を誓う的なね、なんかこう、そういう意味合いだったんで、ああ、なるほど、そういう意味で、カレルを使ってきたのねっていう感じで、ああ、と思って、すごい納得したところではありました。うん。まあ正直ね、こう、フィリップと会ったことで、まあ、このショックを、まあね、受けているボッチャにとっては、こう、この時のアリスの言葉ですね、これは絶対に心に刺さるようなね、いい言葉だったんだろうな、っていうことを思いましたね。 またね坊っちゃんもいつかはアリスの薬指に指輪をはめたいっていうふうなことをね思っていたのですがまあ思っていたみたいなんですけどまあそのためにはねまずこう呪いを,呪いをねこう解かないと、まあ、その坊っちゃんの手でねあのアリスのこう手に指輪をはめようと思ったら触ってますからねそう,、まあ、そう考えると呪いを解かないと、まあ、そもそもいけないよねっていうことを考えると結構先が長そうだよね っていうことを感じました、まあ、でもね、まあ、いつの日にかボッチャの呪いがね解けることを祈るばかりというところですね。そう。解けてほしいよね。この2人こう、まうん、まあ、幸せになってほしいからね。そう。なんかそういうこと思うんで結構呪いが解けてほしいなっていうことは思ったりしました。そういうところで3つ目の感想である「将来を誓う」というところ終わっておきます。で最後にというパートで。 パートに入っていくんですが、今回ですね、坊ちゃんとアリスの間の信頼関係とかですね、そういうことが描かれている、まあ、ところでは、まあ、描いて、まあ、描かれていてですね、すごいこう美しい感じの話だったなということをね、見ていて思ったりしました。正直ね、こうまさかの枯れた白いバラの花言葉の話ですね。うん、いや、あれはマジでね、びっくりしたなっていう話だし、まあ、それ以上にね、感動したなという話でした。 そしてね、今後の話の中で、坊ちゃんのお母さんの動きと、その坊ちゃんの,あの触れた相手の命を奪う呪いですね。まあ、これをこう解く方法についてはですね、注目しておきたいところという感じで、とりあえず、今回ね、登場しなかった羊がこう、まあ、言うてる間に帰ってくるっていう話だったんで、まあ、多分次回,で次回で登場する感じだと思うんで、今からそこをね、楽しみにしておきたいという話で、 えー、今回はここまでというところにします。うん。そんな感じで、今回の「死神坊ちゃん」と「クロメイド」の第1話の感想ですね。こちら、終わっておきます。で、今日ね、他にも2本更新しておりまして、えー、そうですね、「月が導く異世界道中」の第1話の感想と、「ブルーリフレクション・レイ」の第13話の感想ですね。この2本更新してますんで、 よかったらこっちの日本もね聞いてみてくださいという話と明日はですね、えー、明日3本更新するんですが「過激少女」の2話の感想と「えー、過激少女の話」過激少女の2話の感想と「現実主義勇者の王国再建記」の第2話の感想とですね、えー、あもう一本何だっけ あ、ちょっと待って。後で忘れたんで、ちょっと、えー、情報を補足しておきます。はい。とりあえず、ちょっと今回はここまでというところで終わっておきます。それでは、次回の放送でお会いしましょう。以上、うまさんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。